はい、どうもヨモさんです。今日はですね、熊本ゴールキーパースクールの熊本校に来ております。で、熊本校は4月に開校をしたんですけど、今はようやくね、10人以上の選手たちが来てくれてね、トレーニングを行うことができているので、今日もね、しっかりと熱いトレーニングをしていきたいと思います。はい。で、今日のトレーニングはクロスのトレーニングを行うんですけど、やっぱりクロスって苦手意識を持つ選手って非常に多いと思うんですけど、やっぱりトレーニングを積み重ねていくことで、どん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 上達していくと思うので、そこもね、トレーニング映像とともにね、見ていただければというふうに思います。はい。それでは、まず選手のインタビューと、トレーニング映像の方をご覧ください。6年の寺本龍馬です。今日の練習の意気込みは、大会が近いので、いろんなことを今日の練習で覚えたいです。スクールに入ったきっかけは、自分が下手くそすぎたので入りました。6年の、塩塚葵です。今日のトレーニングの意気込みは、クロスに対して一発でキャッチできるように頑張りたいです。スクールに入ったきっかけは、レギュラーがずっと最初は取れてたけど、なんか最近になって取れなくなったから、レギュラーになれるようにキャッチングとかを磨いて、レギュラーを目指そうと思って入りました。反省は、あまり集中してできなかったことです。次の練習でもっと集中してやりたいです。今日の反省は、タイミングが早かったりすることが多かったので、そのタイミングを改善したいです。次の練習はもっと集中してトレーニングに取り組みたいです。はい、動画見てもらったと思うんですけど、今日の熊本校はクロスのトレーニングを行いました。で、その中でも、今日はポジショニングのトレーニングをやったんですけど、やっぱりクロスってポジショニングすごく重要なので、そういった面では、今日はね、いろんなことが学べたんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、2人の選手にね、インタビューも見てもらったと思うんですけど、熊本校は4月に開校して、今はもう10人以上の選手でトレーニングをしているので、熊本校毎週日曜日トレーニングここでやっているので、興味のある方はぜひ無料体験の方お問い合わせください。はい。では最後にですね、チャンネル登録といいねお願いします。